どうも皆さんこんにちは。マリオメーカー2、皆さんのコースに挑戦していきます。まずは、ファントムレジェンドさんのコースでブルーピラミッド行きましょうか。ちょっと難しいということで、サムネ見る限りですと、確かに P スイッチのピラミッドができてますね。で、多分、その、詳しく見てみようかな。ああ、ですよね。やっぱりブロックがあるんで、押すと P が落ちると。で、ゴールはすぐなんですね。クレチックも2秒、ベストも2秒ということですが、クリア率は 1% 切ってます。見た目ね、そんな難しくなさそうなんですが、どうでしょう。あ、でも押したらあれか、P が下がっちゃうから、勢いで1回ジャンプでいくか、ちょっとそれやってみますね。勢いでまず1回ジャンプ。なるほどね、こうなるのか。そしたら、なんかね、大ジャンプしないで、小ジャンプ、これでもう一回ジャンプできないかな。P 踏んだときに小ジャンにして、もう一回 P 踏めればね、多分いけると思うんですよね。ほい、ほい、こんな感じ。あー、惜しい、惜しい、惜しい。でもいけそうですね。ほい、ほい、よし、いった。OK。まあでも、なんだかんだで15回ぐらいはやりましたね。ありがとうございます。気まぐれ 3D ワールド。 3D ワールドのアイテムを使いながら進んでいくコースです。最速チャレンジは別の行き方になりますので、上級者向けになります。モニカさんのコースですね。クリア率は 100% なので、そこまで難しくはないと思います。 3D ワールドのアイテムということなので、被り物ですかね。そして土管入ると、あーなるほどなるほど、ハンマーブロスがいますが、ハリボテクリボーになってハンマーを出してこない状態にできると。なるほどなるほど、まあ、踏んでもよし、避けてもよしですね。はい、で次は、プロペラか、プロペラになって1回2回ぐらいかな。あー待って、上にコインがあった。もう1回やっていいですか。今見えましたんで、はい、取り直して1回、2回、3回で50コインゲットしましたが、これ右行くときもう1回必要ですよね。なので、1、2、で、ヒューって下がっての3と、これいいのかな?で、ピヨーンってして、あら、タイミングずれました。多分これで OK ですね。で、そしたら、1アップキノコゲットして、次はハリボテキラーです。ここはもうぶつからないようにウィーンとで、あっ、あーっとやっちゃった。がばっちゃった。あっ、はい、ではもう一回いきます。ウィーンと、で一旦着地して OK。で、ウィーンと。こんな感じかな?で、そのまま進んでいって、着地します。で次が、砲台ボックスでしたっけ?弾を撃って、切り、ん?あ、ごめんなさい。ピンコインがあるから自分で取んなきゃいけないんだ。だこれで1枚。で、これは?倒して、あ、切り替えて2枚で、切り替えて、でさらにクリボーを倒してのもう一発撃っての切り替えて10コインゲット。もう一回ですね。でここで待機かな。で切り替わって、はいはいはい、切り替わりました。でピンコインがあと3枚ですね。あ、ここはパウボックスに切り替えて、1回、2回、で3回か。あ、で、これでピンコインが全部集まりました。OK。で、鍵ゲットですね。50コインもゲット。そうしますと、あ、ここですね。この土管は?入りました。土管に入りました。あ、鍵ドア入らずにこっち来ちゃいましたが大丈夫でしょうか。あ、ゴール。はい、ありがとうございます。鍵ドアからだと別のルートになりそうですかね。下からも行けそうでした。
それでは今回は鍵をゲットしている状態で鍵ドアに行きましょうか。さっきは土管からクリアしました。お、ボーナスエリアですね。ここでコインがゲットできると。今コインが M マークになってましたね。そしてドアに入ってリーチアップ3つゲットして土管で、これでゴールルートですかね。あ、ノコノコ感に乗ってスタート。文字が N マリオデーと、書いてありました。このコース投稿された日が N マリオさんのお誕生日ということで、それに合わせて投稿されたということですね。はい、改めましてありがとうございます。ファイナルチャンピオンシップロード2、さまざまな難関を駆け抜けろ。クリア率が 3.78%、 N マリオさんのコースですね。やや低めでしょうか。ボスバトルシングルプレイ、さあやっていきましょう。あ、これ多分鉄球が出てきますね。こっちか。鉄球が出てきて、で降りて、あらカビキックですね。最初鉄球でブロックを壊した後に、左側でカビキックしないと溶岩に落ちてしまいますね。ただハンマーブロスもいるんで、ちょっとそこも気をつけていきたい。 OK でドアに入って、よいしょ。で上かな。ほいほいほい、なんかアイテム入ってそう。あ、キノコゲット。あ、で鍵ドアか。多分これでかいハチさんが持ってますね。あ、ちょっと待って待って、もうちょっとこっちに寄せて、で鍵ゲットですね。ドア入ります。あとファイアブロスみたいな。 OK 土管に入って、あー、これも倒しておきましょうか。倒しておいて、でちくわブロック出す、合ってますかね。下がっていって、あ、ワープボックス、あ、点滅ブロックですね。ここはゆっくり行けば大丈夫かなと思います。はいはい。あ、次のここ、 N マリオさんの N ですね。で次にこう、はい、でプラスのところに移動して、で次が一マス分ですね。よし、これはパックン踏んでいけば大丈夫でしょうか。おっと、待った。あー、ちょっと待った被弾しちゃいましたね。あー、待って待って、パックンがいて、これは踏めば OK で、ヒップドロップですね。大丈夫かな、一気に行っちゃって。一応ゆっくり行きましょうか。あ、ドカン、 OK。そうしますと、ほい、一応ゆっくり行きましょうかね。あ、なんか下にコインありません？これはちょっと怖いからやめましょうかボックス入って、あー、でプンプン戦ですね。うわ、ここで戦うのか。ちょっと待って、これやりづらいな。そこら無理しないで、ちくわブロックはね、そんなでもないんですけど、このウーガンフィッシュがちょっと怖いですね。ほい、あともう一回、一旦こっち行きましょうか。よし、オッケー、危ないセーフでした。ん、これは、よいしょ鍵持ってたりしませんよね。土管入ります。氷ブロック、上からなんかドッスンかなんか落ちてきますかね。あ、来ますね。ドッスンが降りてきて、自分は上行けばいいのか。上に行って、あー、ボックスがありました。あ、パタパタがいますね。パタパタがいましての、ちょっと待って、足元が見えない。合ってるかな。おっと、クッパー、これなんか出てくるかな、アイテム。さすがにじゃないと倒せないですもんね。あー、ボックスか。待って、これまずいよ、まずいまずいこれまずい、どうしよう。あー、よかったよかった、助かった。ただアイテムがね、ちょっとないんで慎重に行きたいですね。どうしよう。
あとはもうこれ、ああ、オッケーオッケーオッケー。はい、当てて、もう一回。はい、もう一回かな。はい、よし、オッケー。なんとかちっちゃいままでしたが、いけました。で、鍵ボックス入って、パウ一応持ってきました。お、なんとなくゴールの予感がしますが、ゴールかな。あ、1アップ、あ、ゴールですね。よし、ナイス、1回できました。ありがとうございます。わお、あのカロンコーラを履いていきたいわけですが、待って待って待って、カロンコーラ履いて、かつメットもかぶれんじゃないですか。そうですよね。ですよね、そうなりますよね。ちょっと電話来た、電話来たね、僕や。電話来ましたけど、ちょっと、あ、止まった止まった。なるほど。わお。わお。うわ、クッパはどこにいんだ。いたいたいた。いや、これ、あとだ。よし。ミンバト専用コースで合ってますよね。早い。いや、待って、これはきついぞ。あっと、まさかのブラパ。まさかのブラパがいました。では今回はここまでにしておきたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。